それではですね、えーっと、逆行列の性質について説明していきます。まずですね、えー、A が普通数の場合は0でなければ逆数があるわけですが、行列の場合はですね、0、えー、でなくてもですね、正則でない,ない場合がある。逆行列がない場合がある。ですね つまり、例えば、先ほど2次の行列式のお話をし、2次の逆行列の話をしましたが、正則でない場合がありましたね。ありますね。例えば、1224と。1224は AD-BC が4-4で0になりますから、これは0行列ではないんです。しかも、各成分が0ではないんですけれども、でも逆行列がないと。こういうことが起こりますと。 それからですね、A が生息であれば、天地の A も生息になると。もちろん A が正方行列ですから、サイズは天地の A も変わらないわけですがあ、生息性はですね、天地をとっても変わらないということですね。天地の A のインバースはしかも A のインバースの天地になるということも言えます。まあ、これはあの実際、天地の A と、のインバースと、あ天,地天地の A と えー、a インバースの点示をかけてみたものが、うん、どうなるかということを考えればわかります。えー、点字の席の性質を使えばいいわけですね。それからですね、えー、逆行列は、あまあ、存在すればただ一つと。えー、まあ、存在しない場合もあるわけですけれども、存在すればただ一つであると。え、これは実際ですね、x と y が a の逆行列だったとします。 そうすると、x を、まあ今ちょっと形式的に xe と、e は単位行列ですね。書きます。そうすると、y が逆行列ですから、e は ay と書けるわけですね。で、えー、e のところを ay に置き換えると、x、括弧 ay、括弧となります。で、ここでまた結合法則ですね。えー、結合法則便利ですね、えー。おかげでだいぶ計算がいろいろ楽なわけですが、 え、結合法則を使うと、x, a, 過去の y となります。で、x も逆行列ですから、結局これは、x, a が e になって ey になります。ということは y なので、全部等しいですから、x イコール y というふうになるわけですね。まあちょっとマジックみたいな感じですけども、ちょっとトリッキーかもしれませんが、こういう感じで、2つ逆行列があったら等しいと。 実はここですね、xa イコール y、ay イコール e となるも、の、xy があったら等しいという証明にもなっているということに注目すると面白いんですが、ここではまあ詳しいことは省きますけれども、こういう感じで証明することができます。それから、ab が生則であればですね、かけたもの、a と b をかけたものも生則であるということですね。 えーまあ、これは数においても0でないもの同士をかけたものは0でないというのと一緒で、正則であるものを同士をかけたものは正則であるということが言えます。で、さらに AB かけたもののインバースは B インバース、A インバースと。展示の時のように順序が逆になります。まあ、これは実際掛け算をしてみるとですね、AB と B インバース、インバースを掛け算すると、また結合法則によって、 えー、まあ、A の BB インバース A インバースと。で、BB インバースは単位行列で A インバースで A インバースは E という感じで、えー、なりますから、え、結局 AB の逆行列は B インバース A インバースということがわかります。